お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらメガナイトスケバレ枯渇やっていきたいなと思います。で、やっていくんですけども、多分皆さんが知ってる方は多分ね、こちらの、方だと思うんですけども、最近、このユーノになった形ですね。ゴブリンギャングがユーノになった形。そして、なんかこう、2枚ね、ゴブリンギャングとコウモリが、ゴーストとね、トリトリになった形が最近ちょっといるので、今日はこちらを去っていければいいかなと思います。というわけでね、やっていきます。で、単純にゴーストが増えたりだとか、ちょっと前だと、スケドラが増えたりだとかで、こう、やっぱ結構細かい系がなんか苦しい環境がね、続いてるんですよね。で、ゴーストを受けるのですらしんどいというところだったり、単純にゴーストが強いとか、そういうところで、トリトンも強いですね。なので、こう、ちょっとね、デッキの中身が1枚2枚変わったりしてます。コウモリがね、ちょっと前に弱体化されて、結構ね、なんか強いとは言えないカードにね、なって、使用率もね、落ちて、というところですね。あ、待って、今回相手それかも。メガナイト枯渇かもしれない。これ、ユーノ飛んでからザップ？あ、いいナイトですね。あ、違うな。あ、普通の、あれですね。迫撃？さっき出ましたね。迫撃の、スケバレのディガーがないデッキで、ございますね。なので、個人的には相手のギャングとかがね、辛いですね。はい。ってなわけなんですけども、別に、このメガナイトスケバレのギャング型も、使われてはいるんですね。全然。なので、あっちが弱いっていうわけではないので、ぜひね、ちょっとこう、嫌な迫撃ですね。こっち許容できますね。こう、なんか、使ってて、ウィザードがきちいとか、なんか、バルキリーがきちいとか、ネクロがマジできちいとかあるじゃないですか。なんかそんな感じで、こう、範囲攻撃ちょっと苦しいなーと思ったら、ぜひこう、1枚2枚ね、なんか今、ユーノとか、トリトンとかね、ゴーストとかに変えるだけで、結構ね、戦いやすくなると思うんで、ぜひね、変えちゃって、見てください。それがね、このデッキですね。さあ、で、これ、真面目に勝ちたいですね。今回、ナイトがいるんで、僕の言うのが言っちゃ、無意味なんですね。ヤリゴブリンとギャングもいて、で、あれには、ウッド系が来るのかな。これはさすがにメガナイトで耐えます。で、相手は5ウッドなので、僕のコウモリがじゃあ逆にきついですね、というところですね。なので、攻めのコウモリを結構意識していきたい。よいしょ。で、ヤリゴブとギャングサイトなので、僕の言うのが今きついと思うんですけども、いや、この言うの結構あるよ。マジで。走れ？いや、いい。言うのがきついの、ヤリゴブがこれ処理しますね。で、コウモリも多分きついので、相手は。オッケーオッケー。これで、ギャングが来る。で、ザップって、よいしょ！あれあれって感じですね。で、今ザップ使ったので、相手はスケバレとかでね、攻めてくるかもしれないですね。で、相手のスケバレはインフェルノドラゴンとかで受けて、なんかスケバレの落下ダメージすらも受けたくないんですね。ここはメガナイトでいいですね。さあ、ここ形作って、ちょっとチャンスですね。で、コウモリつけるだけ相手はうざいと思うんですけども。よいしょ。あとはマスケを処理。あ、相手のギャングめっちゃいいギャングだな、それ。いや、でもいい。いや、いい。流れはいい。流れはいいんですけども、インドラがブーストされるザップいい位置のやりごぶっすね。で、これはちょっとインドラで焼いて、いや、インドラちょっと遅いですね。これ、ザップあんま使いたくないですね、防衛で。攻めでやっぱ使わないとなかなか攻めきれないんで。いや、これ、タゲが。やばい！焼かれる！いや、でもこれいいユーノですね。で、いや、そっちじゃねえ。ナイト来る？いや、いい。コウモリが、多分相手マジで、この後ろコウモリがガチできついんですよね。ユーノが走る。ユーノ走れ？いい。コウモリがずっと飛んでる。いや、いいコウモリだ！で、今相手ウッド裂いた。これ、迫撃行きかな？迫撃にユーノ飛べ。歩くな、歩くな、歩くな、お前。飛べ！いや、これザップ。よいしょ。いや、いい。いい！来た！危ね！これはね、ちょっと苦しい。ちょっと苦しいんですけども、スケバレにザップ打たずに、攻めでね、ザップ打てれば全然勝てるのと、コウモリですね。だからメガナイトの後ろのコウモリがね、めちゃくちゃ、相手がウッドだったんで、活躍していましたよ、というところでね、ゴーストトリトン型を使おうと思ったんですけど、変えるの忘れましたね。なんか、どっちがいいんだろうな。なんかギャング型も、元々のね、形もあれば、こういうユーノになった。それ2枚も変わった方もあるんですけども、結局使いやすいのが一番みたいな。僕、ただただユーノめっちゃ好きなんでね、この方なんですけど、なんかめっちゃゴースト好きだわっていう方とかは、マッチでもいいと思いますし、いや、ギャングの使用率高いですね。変える必要ないんじゃないかって感じがする。おー、ボーラーギャング。まあ、スケラーのなんかヤナメダクプリとかっていうおしゃれデッキもありますね。あ、これトルネー率高いんで、一応近距離されるんですけど、ルート強制しとけばよかったな。さあ、今回いたボーラーギャング、ザップで、エレキとか来たら、あ、エレキじゃね、全然違うの来たんですね。これちょっと嫌だな。よいしょ、横からね。で、ボーラーがタゲ取ってからコウモリ出せば、これ残りますね。で、相手、うわー、めっちゃ攻めてくるな、これ。ちょっとやばいな。ありがとうって言われてる。これ、さては、一本いかれますね。端前ジャイめっちゃうまくないっていうぐらいでやられた。ジャイ、ボーラーの、ヤナメの、なんか、って感じですね。で、まあ、相手が、対空、ガゴガゴか。ガゴガゴちょっと嫌ですね。あれ、けど、これザップで。いやー、やばい。やばいよ、助けてほしい。で、ガゴムレか。ガゴムレがね、スケバルを使って守んないと、さては、ザップサイトなので攻める。で、個人的には逆も攻めたいですね。で、多分コウモリディガーで、ヤナメだと思うんですけどね。さすがにヤナメか。回ってないな。回ってるか。で、ヤナメサイトなので、ちょっと追加してね。今の間に、いやー、勝てよ。ちょっと待ってよ。これやばい。最初に、おられたのがマジで効いてる。で、これガゴムリ来るかな。これ、こっちから殴ってくんねえかな。やべ。ちょっと待って。ガゴムレ、僕大好きなんですけど、最近、こう、スケルトンドラゴンとか、ヒースピとか、まあなんか、あとはなんだろうね、マジアチャとかがこう出てから、マジで活躍できなくなったんですよ、ガゴムレ。かわいそうなぐらい。範囲攻撃、お前増えすぎじゃねえみたいな感じで、おぉ、5もあるんか。ちょっと待って、やばい、普通にやばい。そう、まあそれで、ガゴムレ大好きだったんですけど、全然最近使わなくなったんですよね。もうきつすぎて。まあ、なんですけど、いざ使われると、めっちゃきついですね。しかも、ヤナメザップだし。いや、ちょっと、負けた。これ負けたっすけど、見なかったにしてください。これちょっと最初、マジか。ジャイ、ボーラー、ギャング、ジャイ、思いつかなかったっすね。スケールだと思っちゃったな。なんかまあ、相手がうまかったっすね、これは。さあ、よろしく。おーって、タウンホール12来た。隠した狩り道をやっていきたいと思います。たまにね、たまに出るやつですね。さあ、相手は小屋ですね。ゴブ小屋な。昨日の動画でも当たったな。なんか、めっちゃ家建てる人だったんですよね。よいしょ。で、まあ、これはタゲ取りつつ、多分ね、この、リガーでね、迫撃タゲ取れるんですよね。なんか、迫撃の受けのパターンって結構あるんですけども、なんかこう、逆サイの攻めるロイホクで迫撃を取ったり、こう、ディガーでね、タゲを取ったりできるんですよ。なんか迫撃って、こう低めのユニットで受けがちなんですけども、意外と逆サイのユニットとか、こうなんか攻めるユニットで受けるとめっちゃいいんですよね。僕は攻めてるだけで、逆に相手の攻めを無効化してるみたいな感じにできるので、なんか迫撃攻めで置かれたら、こう、守りというよりかは、なんか自分の攻めのユニットで、タゲを取れるとすごい理想かなと思います。まあ、ロイフグとかディガーはできますね。ユーノとかでもまあできますよね。なんかジャイとか。まあ、ジャイはまあまだ話が変わってくるんですけども。まあなんかそんな感じで、守りっていうよりかは、なんか攻めながらその迫撃のタゲを取れれば、まあ、理想かなと思います。さあ今回、相手は小屋ですね。槍ゴブ迫撃スケラ。ゴブ小屋、迫撃スケラ。なんかまたなかなかオシャンティなデッキ来ましたね。で、今施設2個多分出るの持ってて、大変なんですよね、相手は。ババア。これは、メガナイトで踏んでいいですね。さすがに踏んだら、後ろのナイトもついでで回収できるんで、まあ、低めに踏んで、カウンターのね、準備をします。で、相手の後、他のカード何も覚えてないですね。まあ、メガナイトの後ろにコウモリつけますね。こういう時に、スケバルを逆に飛ばすことによって、こっちに、まあ、ザップとか、まあ、ヤナメとかを相手は使いたいと思うんですよ。まあ、そしたら、このメガナイトの後ろのコウモリが、もう超活躍するみたいな。まあ、ここは相手がね、ヤナメをちゃんとね、コウモリに使い、アーチャーでスケバルを守ってきたんで、まあ、また変わるんですけど。さあ、インドで形を組んでいきます。スケラが単純にちょっとうざいですけど、まあ、言うて。さあ、やりゴブ出していき。いや、これも、またね、形ですね。で、スケバレは、まあ、逆でいいと思いますね。逆で、形を作りたい。いや、コウモリ頑張れ。さあ、で、まあ、ディガーで削ります。で、まあ、言うのまで行って、ここで馬場を引き出させたい。馬場を出さないと、あ、ないとか。いや、いい。でも前に U の受けとかで出すとディガーが入るし、いや、コウモリがめっちゃいってる。ナイス。さあさあさあ、スケバレをなんか逆サイに飛ばすのが個人的にね、おすすめですというか、まあ基本的な多分ね、立ち回りかなと思います。スケバレに、まあ、ザップとかね、ヤナーメを使わせたいんですけど、相手からしたらメガナイトの後ろに、いや、コウモリとか、ヤリゴブとか来る、どうするってなるんですよね。スケバレに相手はこうスペレを打つのか、メガナイトの後ろにスペレを打つのか。で、基本的にやっぱスケバレに打ちがちなので、てかこう、メガナイト出た逆サイにスケバレを飛ばしてから、メガナイトの後ろに攻撃をつけると、まあ、相手は、あ、スケバレにはじゃあザップで対応しようって準備ができてるんですよね。で、準備で使うよって時に、相手がこうメガナイトの後ろにいっぱい小物ついてくると、ちょっと待ってってなるんですけど、一回多分ザップ打つんで。なんかこう、一旦メガナイトの後ろにすぐコウモリをつけるっていうよりかは、一旦メガナイトからの逆サイにちょっと視線を誘導するというか、ワンテンポね、スケバレにじゃあ防衛してくださいっていう時間を上げてからの、なんかブッパみたいなね、意外とこうユニットを出すタイミングとか、なんかそういう1枚2枚でも全然変わってくると思いますね。相手めっちゃ強要してくるな、これ。さあ、ジャイかな、エレキか。なんかすげえ。さっきも来ましたね、こんなデッキ。これ U の突進で、いい突進ですね。で、これザップが一応使って、オッケーオッケー。相手は、ガゴムレ、プリンス、バルキリーですね。で、プリンスの受けはできるだけね、U のでね、やりつつ、よいしょ。さあ、こういうところがね、攻めすぎかって感じなんですけど、ちょっとうざいですよね。さあ、ウィザード、来ましたね。このウィザードのために U のになってるまでありますからね。まあでも有能だとプリンス受けもしやすいし、まあギャングでもしやすいんですけど。よいしょ。さあ、やばいですね。これは、スパーキーとか、まあゴレとか、まあジャイリッツもあるんですけど、まあそんな感じのね、多分大型デッキだと思うので、形組まれた時に耐えれるかですね。これ、ワンチャンザップ来たらやばいですね。まあ一応ザップで止める。おい、ザップは来ない。プリンスウィザードですからね、ちょっと嫌ですよね。まあ、もう両サイ振りまくりますね。相手がやっぱ大型というか、一体一体が重たいデッキなので、まあこれはザップで。で、スケバレ飛ばすと、ウィザードかな？うわ、すげえ。これ一応蓋します。で、ザップ打たれた時用に、このヤリゴブリンがね、あは、痛え。一発痛いんですけど、ウィザードかな？で、どっちかにスケアミか？オッケー、そっちに使った。いやー、いや、来た！インドが暴走する。相手今んとこザップ見えてないんですよ。で、これスケバレも飛ばしつつ、あ、で、スケバレはザップも使ったんで、ちょっとだけね、嫌ですね。このガゴムレが。でも、やりゴムマジで強いんですよね。やばくない？ほら。頑張りすぎでしょ、2コストで。で、プリンスの受けを僕は残しとかないといけないんで、まあ、一旦これウィザードちょっと嫌なんで、ウィザードだけ処理します。OK。ウィザードを、こう、公園にいなければ、僕が、なんか突破されることはないと思うんですよね。突破されそうだな。やば。ちょっと待って。いや、今の間にもう守れないんで、僕はすることないんで、今の間に攻めて。よし。1個取られるものの、これスケバレの落下が届ければ、勝ちなので。オーケー！まあ、グッドゲームですね。まあ、こう、なんかもう最低限のことをして、まあ、僕だって相手のバルーンに対して、もうコウモリもヤリゴブもインドラも出して、もう何もできない。けどコストが3コスト、4コストある。で、待ってるとタワー折られてもったいないので、その間に、もうね、攻めるっていうのが大事になってきますね。よいしょ、というわけで、言うのこと、ゴーストトリトンが点数のまた忘れた。まあいいか、もう。さあ。というわけで、結構ね、言うのことは使いやすいですね。まあ言うの好きなだけなんですけど、僕が。さあ、ここ、まあ、相手が攻めてきたカウンターなので、両サイ攻めてあげて、そのヒースピアうまいな。これ、コウモリ残ると思ってそれやったんですけど、D が。さあ、さすがにヒースピアやられる。で、まあ、ダメージ的には、トントンですね、今んとこ。で、ガゴ、ダックプリ、ロイホグ、ガゴ、ガコどっから来たまあなんかなんだろうね、まあ三重師とかがいる可能性もまだ全然ありますけど、どうだろう、まあ、ダックプリと三角が個人的に嫌らしいですね。で、ああマスケか、マスケだったら普通のロイホグっぽいですね。後ろからに通してメガナイトは相手のロイホグが来るまでは基本使いたくないですね。始め、ああちょっとうまいというか家らしい感じにね、組んでいきますね。これザップ打っちゃいてえな。ザップ打ったら処理できるし、OK。まあでも3が5だったんで、そうですね。この3が5を僕はまあ突破できないので、一旦ステイですね。あ、相手もメガナイト。やば。いや、これメガナイト使わない方がいい気がしますね、個人的に。なんか使うと、この次の、あ、そうですね。やばい。これちょっと間に合わなかったですね。汗。ポイズン。メガナイトロイフグのポイズン。で、もう一個のスペルがウッド。わー、しんどいですね。これはまた。まあ、メガナイトポイズンぐらいならいいんですけど、メガナイトロイフグもいいんですけど、3がごとウッドっていうのがね、なかなか苦しいですね。コウモリがせっかく相手がウッドなので生きるんですけど、この3がごの圧がやばいですね。あ、でも、これ攻めてくれるのは個人的にありがたい。で、ウッドなので、で、ポイズンも使ったのと、あとなんで、リガー組んで、多分、ヒースピで結局回復されちゃうんですけど、いい、ヒースピのエイムが、いや、これ来た、ザップ、神の、ああ、いたわ、忘れてた、やべ。で、まあ、ウッドなので、僕のインドラがね、活躍しますね。インドで処理していきます。多分、リセットないと思うんだけどな、これ。オーケー。で、コスト貯めて、ローフク来たらメガナイトですね。来ない、で、まあ、スケバレを落とす方法が相手は3が5か。いやー、あのダクプリーちょっと強えな、マジで。あの子はダクプリー3が5ちょっと嫌っすね、個人的に。まあでも、いや、いいウッドだな。もう僕としてはもうディガーとかで削っていくしかないですね。よいしょ。このね、スケバレとかで、いい。これ結構嫌じゃない？で、これザップ打てば、おら！オッケー。いや、いい！インドも全部焼いた。インドじゃない、インドが全部焼いたっすね。オッケーオッケー。で、もう一回後ろから流して、相手もローフグ、あー、めっちゃいい欠員、メガナイトっすね、それ。いや、やべえ、これ迷うな。メガナイト合わせるか迷ったっすけど、多分合わせない方がいい気がしますね。いや、どうだろう。これちょっとやばいな。一回もう防衛して、僕は残します、ユニット。この、一回守りですね。一回守って、うわ、回復された。いや、ちょっとやばい。いや、でもインドラ最強なんで、よし。一回ね、今のメガナイト出さずに戦えたのはでかいですね。で、相手ヒースピも多分使ってたんで、OK、コウモリ無双の、これもう一回ザップってね。よいしょ。そう。いや、コウモリ。ちょっとやばい。普通にやばい。今、ロイグ来ないで。OK。いや、いけるぞ、これ。戦えますね。で、一応、竹しっかり取ってあげて、メガナイト、これ後ろに引っ張ってあげて、ユーノも追加してあげるの大事かもっすね。陸空機を出さないといけない。ウッド出したいけど、いやー、ちょっとやべえ。ちょっとだけやばいですよ、ちょっとだけ。まあ、これメガナイトで踏んでいいっすね。これはさすがに踏んでいいっすね。うん、なんか来たし。よいしょ。で、踏んで、高めのコウモリ置いてあげて、やばい。ヒースピーがやばい。あ、僕、マスケ一人できてるのでかいっすね。しかもインドラが飛んでる。やばい、ちょっと待って。インドラ飛びすぎ。いや、これは、一回待って、ちょっと。よいしょ。さあ、後ろからね。で、ザップ欲しい。ザップで、今ここでザップで。いや、豚をサンド。オッケー。いい、やばい、待って。ヒースピやばいってマジで。さすがに入りすぎ。いや、耐えれる。神の対して。神の対応して。やべえ、ちょっと待ってくれよ。ダメージ入りすぎじゃない？やばい。待って。え？負けた？え？なんで？ちょっと待って。え、なんで？わかんねえ。待って、めっちゃ入ってたな。うわー、最悪だ。これ、勝ちたかったけどな。ちょっときつかったのかな。まあ、そんな感じでね、ちょっと負けちまったんですけども、まあ、言うのことですね。まあ、今回、ゴブリンギャングだったら、多分もっと無理だったと思うんですよ。こうダックプリとかメガナイトの受けもしんどいし、というので、まあ、有能になることで、ちょっと受けやすくなるのかな。で、まあ、ゴーストトリドゴン型もあるので、ぜひね、気になった方はこっちもね、使ってみてくださいというところでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。